はいどうもキットチャンネルです。本日はですね、前半戦はもう多分みんな見てると思うけど、有利に来てもらう、遊びに来てもらいました。ゴルフは俺の友達、お願いします。ちょっと帰ってもらっていいか。やっぱりいいんだけど、あのコラボの話なしでお願いお願いなんだけど、ちょっとしんどくなっちゃって今。あれっすよ、 YouTube になると俺キャラ変わりますから。そうだね、本当にちょっとしんどいかも。よろしくお願いします。お願いします。ということで、ユーリはゴルフやったことないけど、うん、まあ、今日ゴルフチャレンジして、はい、まあ俺とちょっと対決するっていう、そうっすね、ハンデありで、うん、ユーリはどうすんの。まだ俺投げます基本。あ、基本はね、はい、フォークボールとかでいこうかな。なるほど。帰ってもらっていいかな。だるい時絶対フレーム外してもらっちゃって大丈夫。ね、なんかそのまあ、 ポイントポイントで打ちたくなったら別にパターをやります。あ、いいねいいねいいね。そうだね、ちょっとパター以外は基本投げる方が有利だと思うから、うん、有利だけど。はい、だるなんない。だるなんないよお前。ついてきてくれよ、そのキャラで行くんやったら。もうなんかもうそのいじりはもう飽きましたね。いやいや、言うだけで。俺だってもう小学生からやられてますからそれ。ただ、俺も勝てないですから。キッド君打って俺投げるじゃ勝てないですから。キッド君も投げる。そのルールまだ続くんだね。投げる蹴るに行って。オッケーオッケーオッケー。で、これ罰ゲームありでやろうと思ってるんだけど、負けた方はお互いの何か一つ言うことを聞きましょう。まあ、俺からは、俺有利の歌声聞いたことない。嘘つかないよね。やば。生でね、生でこの距離で聞いたことないから、ちょっとやっぱドライフラワーを歌ってもらうから、サビ。わかりました。有利はない。僕最近自分のチャンネルで、うん、結構ガチなアコースティックのやつ撮ったりして。ああ、そう、見た見た見た。あれのちょっと花粉で買いました。マジっすか。そう、俺罰ゲームじゃないんですけど大丈夫ですか。いやいやいや、はい、お願いします。じゃあお願いします。ということで、まあ、それ罰ゲームかけて勝負していきたいと思います。よろしくお願いします、はい、お願いします。じゃあここでから、はい、ここからだね。だいたい135ヤードぐらいかな。ヤードってメートルですか。まあ、それに近い。ちょっと実際はそうじゃないけど。もう投げる気でいいのか。いやいやいや、バレたバレたバレた。俺から、はい、いくよ。あ、それやばいですよ、マジで。うわ、何ですか。何しました。蹴るです。蹴る。絶望感。キッド君のチャンネルでゴルフボール蹴って大丈夫ですか。大丈夫だよ、本当ですか。前代未聞ですね。そうだよね、俺が蹴ってるとこ見たことないでしょ。はい、何ヤード飛ばすのかな。俺でもさっき一回蹴ったじゃん、はい、掴んだのよ。これサッカーでいうトーキックめっちゃ有利。あ、なるほど。でスパイクだから俺硬いね。いけんの。いくよ、トーキック。はい。絶望。え、結構いいんじゃないですか。なんか俺が分かんなくなっちゃってる。もういいのか悪いのか。いいんじゃないですか。ゴルフ知ってるはずの俺が分かんないから。じゃあ俺いきますよ、うん、俺もうやりたくて伝わんない。そんな感じが伝わんない。今ユーリさん投げで。はいっす。あー、やばい。めっちゃ飛んで、て肩強ない。いや俺結構上手いっすよ。なんで。いやマジで運動したことないっす。ほぼ部活もないっす。マジで。蹴りの感想は。蹴りの感想、はい、飛ばねえよ。ただ、ま、OB 行かないから。 OB 行かないっすか。あれあれあれ。キープ率はいいよ。確かに。いや、この風しんどいよ今日マジで。聞いてください。来ました。チャンス。打つです。見たい。ただね、ちょっと待って、ちょっと俺一瞬ガチになっていい。え、何が分かるんですかそれ。87ヤードです。え、じゃあ見たいです。俺もやりたい。お、すげえわ。でしょ。これ銃とかのあのスコープと同じやつで。何見てんだよ。あの通行人見てんじゃねえよ。我慢ぞ。じゃヤードは見えず。いいよ、距離測んなくて。あの人と。人じゃないですよ。俺いいです。いや、あの、ま、走ってる人とも測ってたろお前。じゃこれ87ヤード。この爆風はちょっと。87は遠いですか。まあ、そう、近い。実際近いんだけど、この風で全然飛ばないのよ実際。だから、まぁ、あ、ちょっと50度で。おい、狙っていくぜ。おお、すげえ。飛びすぎじゃないですか。右に流される。ほらね、飛びすぎじゃん。ちょっと奥じゃん。ちょっとだけ奥じゃん。っていうこともありますよ。なるほどね。こうやって、プロとかでもこういう普通にミスあるんですか。こういうめちゃある、ある、ある。打った瞬間にちょろちょろってなるミスもする。けど、なんか結局はそのパターとかがうまいからみんなめっちゃまとまるみたいな感じ。え、これをガチでゴルフのやつでやったら何回投げますか。
3くらい入る。3、まあパーだね、3か4、まあ2、3、4どれか。あれだ、でもユーリさっき、あ、もう負けるじゃん。あ、もうくじ関係なし。すごいなんか風がいい感じになってる。なんだよ、目でいっぱいかけてくんだ。いくぜ、お願いします。待って、うまいかも。惜しい男だな。まあまあまあ、でもあそこから俺やりますから。確かに、はい、あ、結構いいんじゃないですか。でもいや、いい、結構さ、結構いい、俺無理だよね、これ今。そうですね、投げ結構強いですね。投げ結構、投げそうと思わなかった。そうだね、あのね、ぶっちゃけちょっとびっくりしてる。これはまだ、2打半、あの、2打半で言わなきゃよかったな。でも2打半でちょうどいいね。なぜかというと、ユーリパターがさ、そんな、やっぱやったことないからさ、こっからもあるわ。あ、なんか家族でやったパターグロスと分けちゃう。それ、何をやってたか知らないよ。あの、キャンプ場にあるさ、ちょっとボロボロのパターグロスとかやつから、はい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 、俺からか、俺奥だ。じゃあ俺引きますよ。これ投げるがいいっす。それやめます。蹴り、蹴りですか。任せよ。でもね、さっきで掴んでるから、俺もなんか蹴りがかわいそうだと思ってしまってる。それやばいって言ってくれてるもんね。でもジュンチャンネルやらせないんだよね、残念ながら。行くぜ。あ、うまい。え、あ、ちょっと短いんか。こっからはもうパターでいけんぞ俺。まあ、行こうと思うよ。蹴りどうやって取っていいのか分かんないです、自分も。でしょ。俺、未だにどうやって蹴っていいか分かんない。ちょっと俺やっていいですか。いいよ。こっから入れたらすごいですか。めっちゃすごい。みんなのゴルフとかやってたのよ。ああ、でもそれ大事やで、その傾斜の読み方。なるほどね、なるほどね。まあまあまあ、次4打目ね。はい、あの、ここのパターはもうさ、グリーンがダメになっちゃうらしいから、これじゃなきゃ。でもなんと俺も4打目だから、よろしく。やっと打てるぜ。ただこっちはもうやばいっす、これ。これ転がってきちゃうんじゃないですか。本当にやばいです。そんなこと言うの。 OK だな、止まっちゃうわ。まずいわこれ。ピンチ、ピット先入れちゃってください。じゃ入れちゃうんですか、これ。ちょっと待ってよ、ちょっと神経なるわ。クッククック。見えた、見えました。やばい、まずい。非常にまずい、これは。勝ったぞ、これ勝ったぞ。やばい。まだあるから。まだお前なんで勝ってるの。先に入れちゃってくださいよ。お前それずっと言うな。何やねん、その。俺、何回で入れたらいいって計算してやりたいですか。あ、なるほどね。この距離マジ苦手だから俺。ミス。じゃあ俺は何回で入れたいんだ。今俺は5、6だ、6だから、6、7、8、8打までいける。あと4回打てですか。じゃあそう、1。確実に攻めてきた。確実な2。お前それでいいんか。お、意外と結構いくやん。これいきたいな。うまい。うわ あれなんだ。8っすねこれ。めっちゃおもろいやん、お前。ドロテンじゃん。それも今なんてドロテン。勝てよお前。もう一回やんなきゃいけなくなりましたよ。このいいよ、この感じ好きかも。なんかもうサドンデスマッチみたいになってる。何ホールとかじゃないから。わかる。意味わかる。大体ゴルフってみんな何ホール何ホールやってるでしょ。はい。俺は違うから。飽きたら終わるから。究極のファニーゴルフ。そういう。だって、あのキッタ君も上手い人でやったら多分すげえ楽しいんだけど、多分俺って時そんなに面白くないだろう。楽しい。本当ですか。だってボール蹴ったり投げたりすることないから。それ持たせてすみません。大丈夫です。急にね、あのキャラぶれんだよ。いやいや、もう終わってますから。楽しいよ。前です。これやりたいです。はい、めっちゃいい。大丈夫で、はい、あの、じゃあ俺はそこから投げていいですか。いいよ。キット君ここから打ってください。いいよ。
打ってるの見たくね。確かに。いや、はい、俺も見せてもらっていいですか。必要ないやん。今必要ないやん。301ヤード。そんなないって、そんなない。あれミドルホール。やめろよお前。142でしょ。俺、あ、142でした。でしょ。142ちょっとね、ここは上げすぎてるから。この中入れていいですか。いいよ。8番で行くけど、ちょっとやばいよねこの風。なかなか。やばい。8番で行く気がしない。おお。めっちゃいいんじゃないですかこれ。よっしゃ。乗った。乗りました。よし。うま、え、今日普通に打ったらうまくねえっすよ。今日。よし。やめろお前、いつもめちゃめちゃ下手くそみたいになるやん。いやいやいや、そんなことないですけど。すごくない？あらし。俺あの城から来た。あの城から投げたいんですね。これは来た。みんなドライフラワー聞けるぞ。しかも俺のチャンネルで。結構いけんじゃないですかねこれ。割と乗る、乗りますグリーン。乗りますね。でも有利、さっきの感じだったらそうやな、距離的に行きそうやね。行きますよ。はい。あれ、人が来ちゃった。ちょうどこでした。いや、しな、届かねえよ。届かねえ。行きます。おお、すごっ。やば。いや、結構いい。いや、結構いいな。 え、てか、投げるのうまない。あ、でも投げるのうまい。大体ゴルフめっちゃうまいやけど。ほんとっすか。はい。じゃあ、やれやうまいか。やろうか。ちょっとさ、はい、チャンネルメンバーとか打ちっぱなしとか一緒に、あー、行こう。連れてください。行こう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 、全然住んでるし。絶対ピリですやばい。やってること有利の家だからな。マジでやばいっすから。確かに大丈夫だよ。俺もうライブで住所ばらされてるから。うちのボーカルに引っ越した方がいいっすよ。いやいや、まだあの表札は取った。さすがに。これはどう、有利投げた方がいいんちゃう。これ投げますよ。うまい。これはまずい。やべえ、余裕見せすぎた。そうだよね、だって2打罰あるもんね。これはうまい。これはうまいよ、だって2打じゃんまだ。あ、だよ。プロないっすか、投げ。ないよ。みんなもっと飛ぶんだよ。あ、そうかそうか。これはパターでいいっすか。じゃあパターでいきましょう。しゃあ、今日ゆうりさんだいぶ近づいてますね。そうだよ、めっちゃ近い。これやばいっすね、投げ。これ絶対入れなきゃいけないよ、こんなこんな距離入るか。でも入れてるところは見たことありますよ。そうだね。やっぱ切れへん。まずい。まずいっす。さすがにね。5打で入れればいい、有利は。じゃあ俺あと3回できるってことですか、うん、あと2回で入れたら勝ちだ。え、おお。え、これで入れたら勝ちですよね。あのパターダブってるやつあんま見たことないね。はい、勝ちです。ありがとうございます。負けた。結構投げても勝てますね。勝てるな。勝てるな。楽しい。もう一ホール、もう一ホールだけ。やりましょう。ラストラスト。やりましょう。俺もやりたくなってきた。もうハンデで俺最初打ってやりますわ。こいつやべえ。じゃあもう今どんな感じ？同点？俺の負け？一発目同点、二発目有利の勝ち。次俺が勝ったら同点なし。勝ちですよ。勝ち。ええ、もうじゃあ今までの何？もうじゃああれでしょ。だから二打差つけてください俺に。だから今回ハンデなしでいいです。あ、オッケーオッケーオッケー。任せ。あ、ハンデなしだから俺投げますよ。ブレんな。オッケー。じゃあみんなにもうドライフラワーを聞かせたいから俺は。あと俺聞きてえし。めっちゃ歌ったらごめんね俺。あ、俺の罰ゲームそれで来たんやから。やばすぎ。ユリ、何も。ユリチャンス。めっちゃ短いっす。めっちゃ短いじゃないですか、マジで。60ヤードぐらい。うわ、でもすげえここ坂になってんな。俺打ってんだよね。いいっすよ。先行きたいとこっすけどね、俺が。行けよ、じゃあ。行けよ、じゃあ。じゃあ、行けよ。行きます。お願いします。じゃあ、うわ、
ワンオンナイスオンじゃん。なんでこれうまい。なんかもうよくわかんなくなってきた。なんでなんで投げんのうめんのよ、そんなに。運動神経いいっすよ。マジでちゃっかり。じゃこれマジむずいよ。これワンオン無理っすか。いや、いけるとは思うけど、じゃこの風がちょっと厄介っす。でもさ、こ傾斜でさ、すごく狭く見えるね。こっち、向こう崖になってるイメージが、うん、うわぁ風うっとうしい。風吹けやめてくれ、風、ほんとに。あーやばい、風こうへん短っ。でも距離は一緒じゃないですか。何だ、で全力のフォローすんなよ距離は一緒じゃないですかじゃねえんだよ、ジョジョ立ちみたいになってるやんだから俺はこっからキュウリに2打差つければいいんだよ。そうっす。で、これ思ったけど、うん、投げてあのグリーンに乗っただけで嬉しいのよ。だからその感覚でナイスショットした時にグリーン乗る感覚はそんな感じ。これ打ったら多分めっちゃ楽しいよ、これ乗ったら。まあ、できねえんだけどさ。でもさ、幽霊チャンネルの人たちみんな運動神経良さそうだからできる。え、誰、え、ここ2人しか知らないんですか。いや、知ってるよ、知ってる、知ってる、あの丸坊主うまそうだよね。運動神経良さそうか。いいでしょ、いいでしょ。正気かな正気かな正気かな。ナイスです。ナイス、ナイス。なんか技とか使えたらいいね。技。ビビーとか言って、玉交換とか言って。次コラボするとき。ああ、そんなのあり？あるのよ。これあるのよ。これボール取んないですか？ボールじゃない。あ、ピン取んないですか？取ってもいいけど、今はローカルルールで、まああんま抜かない。やばいよ、俺次入れないでやばいよ。うわー、もう全然楽しくなってきたちょっと待って、俺さ、これ入れたらさ、いいんじゃないの。だって俺3打目だよ。お、だって次より5打目でしょ。みんな任せて。来た、本当に。たまにこれ外すんですよね。やめろよ、お前。だからそれさ、やめろよ打つ前に。たまに外すんですよ、これ。やめろよ、マジで。頼みますよ。やめろって、だからそういうの、お前。入れたら俺歌いますから、いきなり一緒で。声も顔も不器用なとこも嫌いじゃないの。ドライフラワーみたい。君との日々もきっと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 色褪せる。ありがとうございます。聞けた。いや、通行人の方は全然気づかないですね。いや、見てるよ、見てるよ。お前ちゃんたちこっち手振ってるよ。ですか。バカにされてんだよ、お前。ありがとうございました。ありがとうございました、本当に。楽しかった。ありがとうございました。あの、ゴルフめっちゃ楽しいっすね。マジで。ちょっと、これ動画回さずに、もう一個やんないですか。いや。ちょっと教えてもらっていいですか。いや。ぜひぜひ、これを機に、ちょっとゴルフ始めてもらって。はい。また、じゃあチャンネルの方に。はい。今度、あれ、カホン叩かせて。ぜひ。いいですか。ぜひぜひ。やった。やりたいです、やりたい。俺にとっては全然罰ゲームじゃない。え、マジで。全然。いつでも。じゃあ、キット君の時はめっちゃ難しい時に、行きましょう。まあ、頑張りますよ。ありがとうございます。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。ではまた。